はい、みなさん、こんにちは。数学校長の下島雄一郎です。それでは、第二百七十一回二級二2次問題一。確認の解説を始めます。はい、では、いきましょう。 え先ほど括弧1でですねまあ与えられた2次関数が出てきたと思うんですけれどもその2次関数が y -4x 5x ですよねでこの問題はこの2次関数が0以上1以下の値を取るとき x の取り得る値の範囲を求めなさいとまあ簡単に言うとこれ実は連立不等式になるんですね2次不等式のまあ連立バージョンになるんですけどまあどういうことかとお話しますと実際書いていきましょうか。まず0以上をごめんなさい。 ちょっともう一回書きますね。でしょ。はい。ゼ、え、ロ、ー、以上一以下よりとこうですね。そうすると、はいゼロ以上マイナス四 x 二乗プラス五 x プラス二小なりイコール一ですよね。で。 とりあえずですね、これ A としましょう。これ A としますね。でこれ B とします。これ B とします。そうするとこれどういうことかとお話しますと、えー、マイナス4 x 2をプラス 5x プラス2が0以上という不等式とマイナス4 x 2をプラス 5x プラス2が1以下っていう式ですね。この不等式まあ連立なんですけどそれを解けば OK ということなんです。そうすると、 これですね不等式まともに解くとかここに書いてしまうとこれ膨大な計算量になってしまいますのでポイントの式だけを書いていいてきますよろしいでしでょうかなのでこの問題まず何をすればいいかということなんですけれども連立不等式になるといいうことは今ご説明たたしましまそうすると、はい、まずこの a の部分なんですけれどもマイナス4 x 乗プラス 5x プラス2で x をマイナスだと正直不等式やりづらいんですね。なので x をは極力プラスにして不等式は解いてください。ですから ここの部分をそのままごっそりこうですね、まあ移行してあげればよろしいかなと思います。そうすると、はい、4x 二乗をマイナス 5x マイナスに小なりイコールゼロ。まあこれを解けばオッケーということですよね。で、解き方はですね、まず方程式を考えるわけです。4x 乗マイナス 5x マイナス2イコールゼロという方程式を考えるんです。で、そのイコールゼロの方程式を解の公式で解くわけです。そうすると、まあ交点が2つ求まりますよね。そして不等式っていう話になってくるんですけど、そうすると実は、まあこれ解いた結果っていうのが8分の5プラスマイナスルート57にな,なりますので。 そうするとじゃあこの a の結果っていうのはこうなります。はいそうしますと、えー、8分の、えー、5マイナスルート57小なりイコール8分の 5+ ルート57ですね。はいまずこれが、えー、a の計算結果ですね。 不等式の解とといいうことになってきますよろしいでしょうかで同じことを今度 B でやればいいわけですね。そうすると B の場合ってじゃあ一体どうなるのかっていうとですねはいやはりマイナスだとやりづらいのでマイナス 4x プラス 5x プラス2これをガッと右辺にですね移行すればいいわけですね。そううすするとこうなりますはい、えー、4X 乗 えー、マイナス 5x そして、えー、1から2を引きますからこれマイナス1ですねそして代なりイコール0と まあこれを解けばオッケーということですよね。でそうすると 4x 上マイナス 5x マイナス1イコール0。まあこれをえ普通に方程式で解けばいいわけですね。でその方程式を解いた2つの解でからまあ不等式に持っていくっていう形になっていきます。そうするとちなみに方程式の解はこれですね。8分の5プラスマイナスルート41になるんですね。でそうすると今度は大なりイコール0ですのでそうするとし、えー 下に通すの関数ですね。これ下に通すの関数とみなして x 軸書いて、そうすると今度は、えー、両側になりますよね。はい、えー、x 軸で今度は上側になりますからね。で、そうするとこれの解っていうのがこうなります。はい、x 小なりイコールはい八、えー、分の五マイナスルート四十一または八分の 5プラスルート4 1以上と。いいですかこれは目 B ということになっていきます。そうするとあとは何をすればいいかというとはい A と B をまとめればいいわけですよね。A と B の共通範囲を求めれば OK ですのでそうするとですねじゃあこれ共通範囲どうなるかっていうといいですかこうなります。あとは答えですね AB より まああとは共通範囲ですね。そうすると、これ実は8分の5マイナスルート57以上8分の5マイナスルート41。まずこれが一つの範囲として出てきます。でもう一つの範囲は。 8分の5プラスルート41以上を8分の5プラスルート57ですねこうなりますですから8分の5プラスルート41以上を8分の5プラスルート57とこう出てきます はい、これがまあ答えといった形になってきます。よろしいでしょうか。はい、それではですね、一通り解説の方をしていきましょう。まず、カッコ一でマイナス四 x 二乗プラス五 x プラス二、これが出ましたので、はい、えー、これをですね、ゼロ以上一以下ですから、この y をここに入れていきます。そうすると、こういった、えー、連立不等式ができますよね。すなわち えー、連立不等式いわゆる A の不等式と B の不等式それぞれ解いてあげれば OK ということになってきます。で A の方をですねこれ計算しますとこれマイナスや,やりづらいですのでこの部分を移行こうということですね。ですから 4x2 x, 乗 x 小なりイコール0とそう,そういうことになりますね。でこれを解きますとまずイコール0の解そのイコール0はこの2つになるわけです。で不等式の解にいたしますと8分の5スルート57。 以上を8分の5プラスルート57以下といった答えが出てきます。これはまず A の解ですよね。で今度 B ははいやはりこのマイナス 4x 乗プラス 5x プラス2これを右辺に移行しましょう。 移行してはいこうなりますね 4x 上マイナス 5x マイナス1大なりイコールゼロとこうなりますねそうするとこれ解いた結果がイコールゼロの解が5 8分の5プラスマイナスルート41ですから不等式の解として解きますと x は8分 x 小なりイコール8分の5マイナスルート41または8分の5プラスルート41小なりイコール x ということになりますそうするとあとは a と b の共通部分です共通範囲ははい ここからこことそしてここからここということになりますので答えは8分の5マイナスルート57以上を8分の5マイナスルート41以下または8分の5プラスルート41以上を8分の5プラスルート57以下といった形になってきますよろしいでしょうかはい やはりですねあの2級2次の1番、まあ、数1の内容が多いんですけどやはりこういう関数系の問題って計算がですね複雑なのが出やすいですのであの計算練習の方はですねあの複雑なものも含めながら練習の方をしておいてください。はいそれでは第271回2級2次問題1括弧に解説を終了いたします。ありがとうございました